最速のお笑い番組せーの笑い上手にプロデュースのバイ AU。 よいしょ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 。出た出た。本日のゲストはキングオブコント決勝芸人ということで、こちらの4名の方々です。お願いします。お願いします。アッシャンド D。 アッシャンド D だ。アッシャンド D です。どっちも初登場で、はい、まずはギスさんお願いします。ありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。ありがとうございます。2008、2015、2018、はい、2020、はい、4回転だ。4回行きましたね。2008は第1回大会。そうか、はい、第1回でね。で我々バナナマンさんと一緒に戦ってますからね。そうだ、タッカーのやつだ。タッカーの。そうです。お願いします。お願いします。さあそしてこちら初登場です、ラブレターズ。ラブレターズ。ラブレターズもキングオブコント3回、はい、2011、14、16すごいね。そうですね。僕らほとんど歌ネタなんで全然もう、はい、確かに歌のイメージあるね。歌やってます。事務所もね同じで。そうね、はい、一番大きい人間と一番小さい人間だ。全事務所の最多一番でかい人間と一番小さい人間。でもその話で言ったら、うん、事務所内で言うと僕らよりも北郎さんの方がちっちゃいんで。そうだ、すいません。北郎さんってそこはちょっと譲れないんで。ラブレターズより小さいよ。そう、全然あの人めっちゃつっけ激小です。それは譲れない。そんなん言うなよ。あの人もう70なんてしょうがないですよ。おじいちゃんだからめちゃくちゃ嬉しいですから。嬉しい。ラブレターズとギースで番組出るなんてことがそもそも珍しい。ないない、意外とないんですよね。でそこにモグライダー。そう、これは嬉しい。モグライダー4本目で疲れてるかもしれないけど、こっちは嬉しくてバシバシ電車乗ってるから元気元気。そんな感じするんすよ。嫌がるなよ。もっと話そうよ、もっと。ほんでその座ったままでよく手届くよな。でかいから。怖い、巨人だから。いけるいける。嬉しいんだよ、楽しんで帰ってください。はい、はい、それでは、早速一つ目のお題参りましょう。今回のお題はこちらです。このボイストレーナー信用ならないな、なぜそう思った。さあ思いついた方どんどん挙手でお答えください。一つのお題で5人の芸人が大喜利を行う毎日大喜利。月曜から金曜はよりすぐりのベスト回答をショート動画で配信しております。そちらもお楽しみに。動画の最後には皆さんの回答の中からしばずベストを発表しますので、選ばれるように頑張ってください。はい。わあ早い。高瀬さん行きましょう。このボイストレーナー信用ならないな、なぜそう思った。休憩中に水タバコを吸っている。信用ならんな。信用できないな。信用できないな。喉にも悪いし。じゃあ塚本。はい。このボイストレーナー信用ならないな、なぜそう思った。歯がない。それはでもそれはひどいよ。いやでもちょっと声は出るから歯がない。声はめっちゃいいんですけどね。行きましょう、関さん。はい。このボイストレーナー信用ならないな、なぜそう思った。ありがとうを言わない。よくない。よくない。よくないです。信頼できません、こんな人は。信頼できません。はい、溜口。このボイストレーナー信用ならないな、なぜそう思った。ちょ自己紹介します。私はですね、宝塚市出身で、父はテノール歌手で、母はミュージカル女優で、私はですね、アジア大学野球部出身です。いやいやダメじゃないけど偏見が言わない方がいいんじゃない。えなんか、はい、高瀬さん、はい、しょう。このボイストレーナー信用ならないな、なぜそう思った。レッスン部屋から来週もよろしくお願いしますと言って天竜源一郎が出てきた。これ逆に相当信用できるかもしれないですよ。天竜のここならって来てるぐらいですから。そっちの声の出し方。じゃあともしげから、はい、このボイストレーナー信用ならないな、なぜそう思った。じゃあ今日もやっちゃおう、ボイトレそれ何だその絵も。これはこれはもうこれもやしの先みたいなやつ。不安な感じも見えるし。ちょっと震えてる、ちょっと震えてる。ギリギリよこの絵まず。じゃボイトレーの震え、ちょっと震えてるからね。ちょっと震えてる。危なすぎる。危ない。危ない。モザイクかけて。危ないよ。危ない。違うから。危ない危ない。こうやって。尾関さん。はい。このボイストレーナー信用ならないな、なぜそう思った。この譜面台。譜面台をこう持ち歩くときにこう危ない傘の持ち方みたいに。よくない。こう良くない。良くない。良くない。良くないな。周りが見えてない。はい、そういうことじゃないんですけどね、別に。そのさっきから。
人としてのあるべき姿みたいな信用の方を強く、そう、ありがとう、ありがとう言えないボイストレーナー、ボイストレーナーに重きを置いてください。いや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 、信用できない方はやっぱり。はい、終了。いや、むずいな。はい、決まりました。ベストは高澤さんのレッスン部屋から天竜源一郎が出てきた。ありがとうございます。素晴らしい。これはちょっと不安になっちゃいますね。不安になっちゃいますね。はい、それでは次のお題参りましょう、はい、お題はこちらです。ひらがなで相手を威嚇してください。ひらがなで相手を威嚇してください。ひらがなで相手を威嚇してください。高瀬さん、はい、いきましょう。ひらがなで相手を威嚇してください。どうも、ミノモンタです。なるほど。あ、なるほど。うわ、強いな。そういうことか。これはすごいですね。じゃあ塚本からいきましょうか、はい、ひらがなで相手を威嚇してください。あの、 わと、うん、うん、うんをちょっと利用して、うん、ちょ、相手を囲って、おら、ワンの中にいる。ちょっと産んで囲ってる。バカリズムさんみたいなことしてきた。バカリズムさんみたいなこと。なるほど、いいですよ。世界観がある。こういうのもありです。あ、そうか。いいですね。ワと産んでってどういう。少し恥ずかしいか。少し恥ずかしい。少し恥ずかしいな、これ。これは恥ずかしいな。ミノモンタですな、あと。ミノモンタな、あとは。センスを見せてきたからね、やっぱ。いいですよ、全然いい。こういうのいっぱい見たいです。センスの後。じゃあ、谷口。センスの後はちょっとやらない。ひらがなで相手を威嚇してください。芸歴35年のえなりかずきです。あ、なるほど。これもひらがなだな。なるほど、なるほど。いるね。やっぱ探せばいますよ。ひらがなでも強い人いるわ。はい。尾関さん、行きましょう。ひらがなで相手を威嚇してください。あ、ファッションさんだ。 ありました。答えですよ、これが。確かにこれは相当正解に近いかもしれない。威嚇ね。高瀬さん、はい、ひらがなで相手を威嚇してください。西岡すみ子だよ。いた。まだひらがなしいた。いたわ。いるな、怖い人。いますね。いるな。やっぱ強いな、高瀬さん。塚本、はい、ひらがなで相手を威嚇してください。ひらがなの絵、絵に乗っけて、お前は。絵に乗っけてって何？主語はどれ？何してんの、お前だけ。絵に乗っけてじゃないんだよ。お手本出しますからね。お願いします、高瀬さん、はい、ひらがなで相手を威嚇してください。警官がね、巣を持って手を挙げろと。あれ、捕まってしようになってる。あれ、あ、兄さん、なんでこっちが嬉しいの。しかも側になっちゃった。終わった。一人釣れたよ。終わった。なんでこっちがメインロードになっちゃうの。まあでもこれは、高津さんのミノモンタです。ありがとうございます。これは相当秀逸でした。この辺、ミノモンタさんから西岡すみ子さんのとこ。ちなみに今回のお題、視聴者の方にも大喜利回答を考えていただきました。今皆さんのお手元にも配ります。いろんなやり方あります。これ、こう、なるほどね。おはぎさんとかもシンプルに、で、ね、で、これ樽山さんのおぼんこぼんは、おぼんこぼんさんを威嚇してるんですかね。おい、おぼんこぼんって言う、おぼんこぼんって言ってるの。言ってるの。どっちなんでしょう、これは。宇野さんの半紙に筆で散歩と書いて裏表を交互に見せる。すごい、すごい技ですね。威嚇なの。わかんないけど、なんか怖くはあるよね。怖いですよ。これも一個選ばなきゃいけないので、おはぎさんので、これはいいと思う。シンプル、芝セレクションとさせていただきます。ありがとうございます。これすごく模範解答な感じありましたね。それでは次のお題へ参りましょう。お題はこちらです。この塾講師、生徒に嫌われてるな、なぜそう思った。ちなみに今回のお題なんですが、コンビで大喜利回答を考えていただきます。即興で大喜利のオチがついたコントを作ってください。おお、はい。オチのセリフは回答フリップにご記入お願いします。
今までやったことな い, ないやったことないお題なんですけど、まあ、今年の方々ですからね、今年ですからね、探り探りになるかもしれないそうですね、確かにちょっとやってみましょう、やってみましょうかね、はい、で僕がやるときは柴くんも協力してくれるんだよね、やりたいんですかあんた一応ね前のめりだな、コントやりたいんだこれ、コント、いやちょっと乗っかってあげようよさすがに、うん、まあまあじゃないのよやりたくなさそうはい、じゃあ、おアブレターズですか、はい、いいですか、はい、はい、この塾講師、生徒に嫌われてるな、なぜそう思った、はい、ああ、分かんないのか、はい、いや、まあ、二次関数っていうのは、はい、そう数字の数式をな、きれいに解くんだよ、あ、なるほど、はい、まあ、いや、一個一個やってくればいいから、はい、括弧を後回しにして、ちゃんときっちり解いてくればいいから、はい、口が臭いっすなるほどお、素晴らしい、なるほど、素晴らしい、こういうことか、あざやか、シンプルだった、シンプルイズですよ、でもはい、おお、いけます、はい、じゃあ、ギースさん、この塾講師、生徒に嫌われてるな、なぜそう思った、どんどんどん、おい、おい、入れてくれ、どんどん、先生入れてくれ、おい、ここ先生の塾だぞ部屋に入れてもらえないあいいっすね、そら嫌われてんだろうないいですね入れてももらえないんだはい、これはこれ先生やってもらって、うん、これ僕出しますんで、ちょっとモグライダーの頭脳みたいな感じでやってますけどすごい光景見てるな楽屋で一回も見たことないわ、一回も見たことない、絶対にない世界線のモグライダーこの塾講師、生徒に嫌われてるな、なぜそう思った、どこやってんのお前、え、見してみ、どこやってんの、どこやってんの、どこやってんすよ、あ、臭い、合ってるそれ、何、酒を飲んでいるさっきの被ってない、しかもそのこっち側になんかそれをやらせる汚さ、柴さんのねえ、柴くんの酔っ払いの演技は光ってたよ、めっちゃ良かったよ、さあ一生懸命やりますよ俺だって、やるとなったらちゃんと、じゃあ先に、じゃあギースさんからいきましょうか、この塾講師、生徒に嫌われてるな、なぜそう思った、高橋さん、高橋さん、この南高の試験はどうだったんだ、受かりました、わーよっしゃやった、はい、うえ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 、あの来週のテストも頑張るよ、はい、いけるいけるいける、あざす、あざす、触れては来ない悲しいな、なるほど、かわいそう、確かに、なんか無視するとかじゃないですよね、返事はするけど触りは触れては来ない、距離感じるな、じゃあ、あ、いいですか、はい、ラブレターズ行きましょう、はい、この塾講師、生徒に嫌われてるな、なぜそう思った、いいかな、ここのここ答えがもう3だからな、もうこの方程式で違いないな、違いないんだよな、あとはもうこの問題そもそも出るとは限らないから自分を疑え、自分を疑えな、これ全部できたらパーフェクトアンサーだな、やたらフレーズを当てに来る当てに行ってたな流行りに、うん、自分を疑えはいはい、はい、僕もやりました、はい、じゃあちょっと先生とやってください、じゃあ僕が先生やるんでそまず答えを見ていいですか、はい柴子ちゃん今日も可愛いねねえ、あーすごい、ちょっとあれすごいな、三角関数できるのね、いいね、あー何柴子ちゃん先生自分で出してください、エロいもう無理だって何なんですか始まって初めて俺女の子なんだって分かるし、しばこちゃん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 、終了、皆さんやっぱりさすがでしたね、いやいや楽しかった、楽しかった、はい、ね、じゃあこちらのお題ベスト、ラブレターズ、やたらフレーズを当てに来る、やったー、ありがとうございます。
これはあの全然あの先生のキャラクターも含めて喋り方もよかった、非常に面白かったですね。ありがとうございます、はい、それでは参りましょう。続いてのお題は視聴者の方からいただいたお題になります。ペンネームりょんりょんさんからのお題です。こちら、修学旅行で見回りに来た先生が言った衝撃の一言とは。はい、お早い、塚本行きましょう。修学旅行で見回りに来た先生が言った衝撃の一言とは。はい、じゃあ、女子部屋のルームキー欲しいよって人。衝撃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 、はい、はい、高津さん行きましょう、はい、修学旅行で見回りに来た先生が言った衝撃の一言とは。おはようございます。何しようとしてんだよ、何をしようとしてんだよ。から、はいはい、尾関さん行きましょう。修学旅行で見回りに来た先生が言った衝撃の一言とは。同じ旅館にウィル・スミス泊まってるらしいぞ。そうすごいな、それは。これは衝撃、はい、タメ口、はい、修学旅行で見回りに来た先生が言った衝撃の一言とは。お前ら、おい、もう起きろ、おい、もう昼の2時だぞ、外出ろ、ほら。絶対ないもんね、修学旅行で昼過ぎまで寝ちゃう。じゃあ、ともしげさん、行きましょう、はい、修学旅行で見回りに来た先生が言った衝撃の一言とは。我々は有頂天だ。まあまあ衝撃ではあるよ。衝撃、おうおう、衝撃だな、衝撃。高須さんから行きましょう、はい、修学旅行で見回りに来た先生が言った衝撃の一言とは。先生、今から国語の今井先生にプロポーズしてきます。うわうわうわ、これ成功したら盛り上がるな。好きだもんな、こういうの。失敗したら最悪ですね。本当にプロポーズ頑張ってみたら空気になりましたね。うわーうわーってキュンキュンした今。いいですね。すげーいい、ね、架空の話なのに。架空の話なのに。最後塚本いきますか。はい、はい、修学旅行で見回りに来た先生が言った衝撃の一言とは。ちょっと聞いてくれるか。先生んち の、 あのペットカメラの映像を今パッて見たんだけど、うん、多分今あの泥棒入ってる。どうしようもできない。どうしよう、人に話すこと無理だよな。無理だよな。誰かに聞いてほしい。ちょっと聞いてくれるか。少しは楽になりたいから。確かにね。はい、終了。はい、決まりました。この題のベスト、ともしげさんの我々は有頂天だ。やった。確かに。うわ、すごい、なんか単純な衝撃度で言うと、やっぱりやったー、我々は有頂天だが一番。久しぶりだ、はい、久しぶりにやってもらった。はい、それでは次のお題参りましょう、うん、お題こちらです。やばいとこ見られた、うん、楽屋挨拶に来た後輩にバレバレの言い訳をしてください。さあ、続いてのお題もコンビで大喜利回答。あ、もう一個あるんですね。もう一問あるの。あ、もう一問ありましたか。はい、ああ、ともしげさん、はい、じゃあ楽屋に入ってきてください、ちょっと。コンコン、失礼します。ああ、え、あ、すみません。違うんだよ。え、違うんだよ。え、すみません。あの、尿道に爪楊枝が入るか確認してただけ。すみません、言い訳してる、それ。特技とかで使えるじゃん。言い訳してる、これ。だからその何やってたの最初。まず何やってたのかなって確認。じゃまず最初何やってたのかっていうのも分かんなきゃいけないから。いや、しこってたってこと。しこってはないの。尿道の爪楊枝に入るかどうか確認してただけ。じゃあもうここ正直に言ったってこと。そうそう、正直に言ったんだ。趣旨が違う。違う。はい、ラブレターズいけますか。はい、やばいとこ見られた、楽屋挨拶に来た後輩にバレバレの言い訳をしてください。コンコン、失礼します。おお、あ、おい、あ、裸は、裸裸なの。あ、いい意味で、何がよ、同時なタイプ、何がいい意味なの。いいですね、なんか二人で卒アル見てるみたいで。あ、いいですね。仲いいな。先に僕のでいいですか。じゃあ先に高橋さんのやつから。じゃあこれ出してもらう感じになるけど、はい、うん、はい、
ヤバいとこ見られた、楽屋挨拶に来た後輩にバレバレの言い訳をしてください。なんかまた盗んで、盗んで、コンコン、失礼します。あれ、え、尾崎さん、え、それみんなのお弁当、大楽屋のみんなのお弁当めちゃくちゃ入れてますけど、え、体が大きい人は無限に持って帰っていいらしいよっていうのを出して言ってくれ時間差、時間差、時間差じゃない、時間差です。バレーの作品性だ、時間差です。一人時間差、そうね。じゃあもう一個いいですか。はい、もちろんもちろん、はい。ヤバいとこ見られた、楽屋挨拶に来た後輩にバレバレの言い訳をしてください。コンコン、失礼します。ガチャ。違う、床ペロ。いや、逆になってるし逆になってるから逆だー、何この逆、時間差とか逆とかいろんな天然を出してきますね。尾関盛り合わせすごい二刀だったな今はい、終了やばかったな、やばかったですね。はい、決まりました。このお題のベスト、いい意味で、いい意味で、はい、これはなんだか説得力すらありましたよ、先輩のなんかね、うん、もうこれ以上何も聞けない感じのさあ、それでは次のお題参りましょう。 お題こちらです。映画テラサはつらいよでありそうなシーンとは。はい、高瀬さん行きましょう。映画テラサはつらいよでありそうなシーンとは、トラさんが葛飾柴又に戻ってくるみたいに、うん、テラさんが港区六本木に戻ってくる確かにそうだ、本当だ、うん、そうなりますよね。はいはい、はい、お、尾関さん行きましょう。映画テラサはつらいよでありそうなシーンとは、主人公のテラさんと、うん、その恋敵のパラビさんがヒロインを取り合うなるほど、はい、いいですね、はいはい、いや、いいですよ。お、自信がある人、はい、自信がある人の回答後だちゃんと、そっか、芝津ベストのためにこのね、まあ、そうだ、芝津ベスト俺だけ取ってないからちょっと頑張んなきゃ。そうか、尾関さんまだ選んでないか。そう、僕も取りましたからね。ともしげも取ってますよ。やばいなこれ、やばいですよ、やばい、ね、ちょっと待って、絶対取らなきゃ、やばい、恥ずかしい、はい。タメ口、はい、行きましょう。映画テラサはつらいよでありそうなシーンとは、お前たち元気かいっていう相手がですね、六本木交差点前の外国人めちゃ話しかけるけど、ね、そうやね、でも商品くれてるのかいっていう、柴又とはだいぶまた変わってきちゃうよねはい、塚本、行きましょう。映画テラサはつらいよでありそうなシーンとは、寺次郎が、寺屋に帰ると妹のサテラと前田銀さんが出迎えてくれる。前田銀さんはやはり出てるぞ。前田銀さんはまあ続投で、すごいな、はい、タメ口、はい、映画テラサはつらいよでありそうなシーンとは、毎回ですね、あのマドンナがもう毎回クラブ帰りで基本ろれつが回ってない見てらんないよそんなのさあ最後の最後、尾関さんで終わりましょうか。よっしゃこれでベスト取っちゃってくださいよ。本当だ、はい、行きましょう。関さん、映画テラサはつらいよでありそうなシーンとは、こうテラさんがこうやってジャケットこうやってる、このジャケットが、うん、こうバラバラ大作戦の垂れ幕バラバラ大作戦テラサにすごい、テラサにすごいなってる、なってる、あれのあれが曲の前のでっかいやつね。そう、あれなんだ、うん、OK です。終了うわー、どうなるんだろう、どうなるか、いや一旦お預かりさせていただきますいい顔をしてる、長い長い長い、いい顔、長いね、長い、抑えてもらわないと、絵上手いっすよね。もう大丈夫、もう大丈夫、絵上手、うん、今回のベスト、尾関さんのよし、何を言っちゃう、ジャケットがパラパラ大作戦よし決めた、最後よっしゃ、危ない、完璧、後輩に使うって、なんだよ、ありがとう、はい、大きな体で頑張っていただきます嬉しい、ありがとう、ぜひぜひまた遊びに来ていただきたいと思います。はい、ということで毎日大喜利、本日は以上で終了です。皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。